胸の奥で何かが叫ぶ。会いたかった。会いたくなかった。抱きしめたい。逃げ出したい。愛しくて憎らしい。やっと会えたね。会いたい、会いたい、会いたいけど、アキトのそばにいてあげなくちゃダメなんだ。本当の幸せはもっと広いところにあるんだよ。たくさんの人に囲まれても心細そう。どこに立てば俺にも同じもんが見れる。どうしてそんな悲しそうになさるのですか。君が悲しいくらい愛しいから。あの子は変わりつつあります。ようやく絶望から立ち上がり歩み出そうとしている。好きだよ。もう何も奪いたくない。せめて残る時間だけはそばに、そばにいたい。遠く離れるその時までは。あっけなく訪れた終わりと始まり。あのサクレの、前から思ってたことを聞いてもいいかな。俺の呪いはもう溶けてる。突き放すなんてできなかった。誰よりも脆くて臆病な悲しい女の子のために。アキトさんが女の子。もしも呪いが溶けている方がいたとしたら。やめろ、もしも話とかすんな。中にいるのは誰。なんでそんなことをした。僕がイスズを嫌っていることを分かってたのに。俺がもしぐちゃぐちゃに踏み潰してやりたくなるんだよ。アキトは生まれたその日から男として育てられてきた。あの人がそう決めた。今も大きな存在の一人。誰よりも君を思う。